職種。職種は、一等陸災下の陸上自衛官に割り当てられ、素質及び技能に基づいて指定することで、その配置及び教育訓練を適正にし、もって個人及び部隊の能率を向上し、かつ人事管理を容易にすることを目的とした職務区分を言う。旧軍においては、陛下、と呼ばれた。陸上自衛官の職種に関する訓令。 平成13年陸上自衛隊訓令第18号では15種だが、一般向けの解説では、野戦特化と校舎特化を分けて16種としている。警察予備隊では、職種の分類に軍隊風用語が寄付されており、陸上自衛隊でもその名称をそのまま引き継いでいる。名称に変更があったのは、保安課が刑務課に、補給課が受品課に、それぞれ解消されたのみ。 警察予備隊では一般部、技術部及び行政部に大別した。そして一般部に普通科及び特科を置いた。技術部に施設科、輸送科、衛生科、補給科、武器科、通信科及び科学科を置いた。行政部に保安科、会計科、法務科及び総務科を置いた。警察予備隊時代にあった法務科及び総務科は現在までに廃止された。そのため、 陸上自衛官の法務官配置、陸上幕僚幹部、各師団、各旅団等に置かれているには、各職種のものが当てられている。気候課は、保安隊時代の1953年、昭和28年8月に新設された。なお、2009年度、平成21年度末には新たに、軍事情報課にあたる、情報課を設けて、情報専門課の自衛官を育成し、 2014年度、平成26年度までには、幹部1300人、総支1900人を情報専門要員とする方針である。一等陸災下の陸上自衛官は、分類された職種に属する部隊に配置されるのが原則である。もっとも、これを厳格に適用すると一等陸佐相当職、連隊長や軍長などを多数有している普通や特化に比して、 他の職種の上級幹部が昇進配置に際して不利となってしまうので他の職種であっても配置されることはある。佐藤正久など。職種起床、起床。法令上は気象には当該職種で主に使用される土具や当該職種を象徴するものが用いられている。なお、アメリカ陸軍にある副官、ホームに相当する過職種は自衛隊には存在しないことから 気象もない。校舎特化を除く戦闘職種の学校は富士学校に集合されている。広報職種の学校は刑務課及び会計課が小平学校に集合されているが、それを除いては各職種ごとに設けられている。ただし、音楽家のみは職種学校を有していない。2018年現在女性自衛官の配置制限が、 ある職域は空堤及び特殊武器防護隊で放射線を扱う部署、行動中隊となっている。旧帝国陸軍における不評か兵士としての不評に相当する。計画機や迫撃砲、対戦車ミサイルなどをもって近接戦闘を行う。陸上自衛隊の主幹部隊であり、人員も最も多い。職種気象は交差した二丁の小銃。 不評が肌身離さない武器、桜に、星、陸上自衛隊を象徴する、及び月桂樹の葉、勝利の象徴を組み合わせたもの。職種学校、陸上自衛隊富士学校、旧陸軍における兵士としての戦車兵と、騎兵か、兵士としての騎兵に相当する。戦車部隊、機動戦闘車部隊、偵察部隊、水陸両用車部隊に対別され、機行戦闘を司る。 職種気象は、戦車、飛行家の代表的兵器に2頭の天魔偵察を表すを組み合わせたもの。職種学校、陸上自衛隊富士学校、水陸療養者部隊については、陸上自衛隊水陸機動教育隊、旧陸軍における、砲兵化に相当する。野戦特化、野戦砲兵と、校舎特化、校舎砲兵とに分類されており、 国賓等に対する礼法も担当する。旧陸軍における兵士としての野砲兵、野戦重砲兵、重砲兵に相当する。特定の方面隊には、特化団もしくは、方面特化隊、四団、旅団には、特化連隊または、特化隊が配備される。主な装備品は、155mm、榴弾砲 FH70 等。職種は、 カノン砲及びロケット弾を組み合わせたもの。職種学校、陸上自衛隊富士学校、旧陸軍における兵士としての校舎砲兵に相当する。方面隊には校舎特化弾、または校舎特化軍が、士団には校舎特化大隊,隊、旅団には校舎特化中隊、第七師団、第十五旅団は校舎特化連隊編成が配備される。 航空自衛隊が全般的な防空を担当しているので、陸上自衛隊の校舎特化部隊は、低、中高度用誘導弾や87、式自走校舎機関砲等で、部隊及び施設等の個別的な防空を担当している。職種機詳は、主要な装備である校舎機関砲及び対空、誘導弾を組み合わせたもの。職種学校、陸上自衛隊校舎学校、 軍事情報化に相当し、専門的知識、技能をもって、情報、防御用活動に関することを担当する。職種学校、陸上自衛隊情報学校、語学教育に関わる部門は、第2教育部、旧陸上自衛隊古代学校語学教育部。旧陸軍における、航空兵か、兵士としての飛行兵に相当する。隠し航空機を用いて、 地上部隊の支援を行う。触手気象は、回転翼、航空科の主装備たるヘリコプターを表すお中央に、廃した盾を中心にして、その両側に翼を排したもの。職種学校、陸上自衛隊航空学校、旧陸軍における、公平化、兵士としての公平に相当する。追記や障害物の布設などを担当する。職種気象は、城及び橋。 施設化の代表的作業である、追記、佳境を象徴するを組み合わせて、E の形に模したもの、アメリカ陸軍の公平の閉科希少に類似している。法令上は、エンジニア、公平の頭文字を取って、E の形と規定されているが、横倒しにされており、どう見ても、山の形。職種学校、陸上自衛隊施設学校、各種通信組織の構成、維持、運営を司る。 触手気象は、稲妻、無線通信を象徴する、及びのろし、古代における通信手段を組み合わせたもの。触種学校、陸上自衛隊通信学校、下記、車両の整備、不発弾処理に関することを行う。触手気象は、火炎弾に2本のスパナ、武器の補修を象徴するを組み合わせて、兜に模したもの。これは、米陸軍武器化の職種気象に類似しているが、 それに、スパナが加わっている点が異なる。また、特に不発弾処理に関する教育を受けた者等は、制服に不発弾処理希少を着用する。職種学校、陸上自衛隊武器学校、旧陸軍における警備部の一部に相当する。兵隊のうち、燃料、糧食、受品の補給整備及び、隊員の給水、入浴、洗濯等を担当し、 災害派遣においては被災者に対する入浴、給水支援などで踊らする。職種希少は、鍵、宿営、倉庫管理を象徴、ロート、燃料補給を象徴及び、三日月、糧食補給を象徴。初の糧食補給部隊を作ったフッツスのクロワッサン。クロワッサンは三日月と、同意に由来していると言われているを組み合わせたもの。職種学校。 陸上自衛隊受診学校旧陸軍における、市長兵下兵士としての市長兵に相当する。大型車両による、人員、装備品の輸送ならびに、自動車教習所の管理、運営に関することを担当する。職種気象は、打輪、船舶による輸送を象徴するの中央にハンドル、トラックによる輸送を象徴するを置き、打輪の左右水平部の握りを、翼、 航空機による輸送を象徴するに変えたも。職種学校、陸上自衛隊輸送学校、科学防護船を担当する。職種気象は、フラスコ、科学薬品を象徴するに桜星を配したもの。職種学校、陸上自衛隊科学学校、旧陸軍における憲兵か、憲兵に相当する。司法警察職務及び、保安職務に関することを司る。 職種気象は、刑、刑務課の一時の文字を入れた朝日章を中心に置き、その下方に交差した2本の刑棒、使用する道具及び、オーバーを配したもの。職種学校、陸上自衛隊古代学校、旧陸軍における刑理部の一部に相当する。金銭の水筒保管、給与計算に関することを司る。職種気象は、ダイヤモンド。 取り扱う金銭を象徴するを中央に、その外側に、オーバを、オーバの茎部には、フィン、財務を意味する英語の略の記号を配したもの。職種学校、陸上自衛隊古代学校、旧陸軍における衛生部に相当する。傷病者の治療等に関することを担当する。なお、有事の際の扱いについては、衛生兵自衛隊の衛生要員も参照。 触手気象は、アスクレピオスの杖、ヘビ杖、医療を象徴する、および王家を組み合わせたもの。触手学校、陸上自衛隊衛生学校、旧陸軍における軍学部に相当する。音楽演奏を通じて、四季の公用を図る。触手気象は、リラ、古代メソポタミアエジプトギリシアなどで用いられた縦ごとの下部に桜星を配し、外側を円で囲ったもの。 職種学校はないが、これに相当する部隊として、陸上自衛隊中央音楽隊、朝霞駐屯地がある。以前は、大気色がなかったが、平成21年度末の情報化職種創設と、共に、大気色が桜色と定まられた。大種標識の色は、陸上自衛官及び陸上自衛隊の自衛官候補生の部隊賞に関する訓令によって、定められている。 これは、全陸上自衛官が、制服の右上腕につけている、部隊装に付されるほか、自衛隊機、第一空挺団所属部隊を除く部隊の旗の地の、色や、戦闘服装でパレードを行う際に襟元に巻く、スカーフにも同じ色のものが使われることが多い。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。